んにちは。今日は、サイゼリヤで人気ナンバーワンのこちらの商品を手を使わずに手は使うでしょ手をよこさずに食べてみたいと思います。これをマスターすれば、手を汚さずに食べられるので、手がベトベトになることはもちろんなく、血を落とすことなく練習にも行けます。最高の食べ方なので、ぜひレッツゴー。美味しそうです。これは本当に私も好きで、必ずサイゼに来たら頼む一品です。それではお教えします。まずこの両サイドにある、軟骨がついているんですけれども、瓶ビールの蓋のようにポコンと前歯を使って外していきたいと思います。それではやってみます。うん、1個取れました。コリコリしててとても美味しいです。もう1個いきます。うん、フグ取れました。反対側もいってみます。うん、両方2個いっぺんに取れた。綺麗に取れました。ここからが一番大事な重要ポイントです。このつなぎ目、関節が大きい方と小さい方があります。この大きい方のその中の細い骨があるんですけれども、ここをしっかりとガシッと掴みます。小さい方の骨を引っこ抜く、ここが一番重要ポイントです。これができればもう完璧です。行ってみたいと思います。綺麗、近い。見てください、やば、綺麗に取れました。スコンスって言っていきました。ちょっと興奮しちゃってる取れました。次にまだ1本残ってますね。これも太い方から抜いていきます。回しますね。関節のギリギリのとこですね、ここをしっかり掴みます。見てください、一気に引っこ抜きたいと思います。それではいきます。できました。綺麗に取れました。この中には骨入ってません。プリップリの身のみです。身のみ身のみです。早速いただきたいと思います。なんか贅沢な感じいただきます。うん、幸せ。練習後の体に染みます。皆様もぜひ手を汚さず綺麗に身だけをガブッと食べたい方はぜひこれやってみてください。本当にやばいです。いいです。ぜひ試してくださいね。バイバイ最後まで見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どんどんよろしくお願いします。バイバイ。